マクラーレン MCL33 は、マクラーレンが2018年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーである。2018年2月23日に正式発表された。パワーユニットは前年までのホンダからルノーに変更され、カラーリングは、マクラーレン伝統のパパイアオレンジにブルーが添えられている。 マシンのサイドポットは他チームのマシン同様かなり小さく絞り込まれフロントウィングステーは前年の MCL32 同様多くのスリットが入れられているフロアには縦方向と横方向に細かなスリットが数多く入れられておりフロア下の気流に気を使っているホンダからルノーへのパワーユニット変更に伴いシャシー後部ギアボックスのベルハウジング リアサスペンション、冷却レイアウトが再設計された。第5戦スペイン GP から先端に3つの穴を開けた、奇抜な形状のローズなど大幅なアップデートを施した B スペックを投入した。全チーム中唯一、エアインダクションボックス下に冷却装置を配置する、センタークーリングを採用しなかった。ドライバーは、 フェルナンド・アロンソとストフェルバ・バンドーンの両者とも残留。この年もプレシーズンテストでトラブルが続発。ただ、トラブルのうち、不関連のものより、シャシー関連のトラブルが多く、これらのトラブルが準備不足なのか設計の甘さなのかは不明だが、同じプーツムレッドブルと、ルノー・カイ・イチは類似のトラブルは起こしていない。そのため、ホンダプ時代から言われていた写真設計を含む、 マクラーレン側にも何らかの問題があるのではという指摘が正しいことを示唆する結果となってしまった。トラブルが響き最終的な走行距離は全中チーム中再開だがアロンソが総合タイムでトップ3に入り開幕戦のオーストラリア GP でアロンソが5位バンドーンが9位とダブル入賞を果たし一旦は不安要素を払拭した。第5戦スペイン GP までチームとして 連続入賞を果たし、チームが本命のマシンと称する B スペックを投入した同 GP でアロンソが今季初の Q3 へ進出を果たし、第6戦もナコ GP も Q3 進出を果たした。また、ポイントだけ見れば、前年の成績をスペイン GP の段階で上回るなど、一見すると不審から脱したように見えた。だが、第6戦以降は、マシントラブルのリタイアもあり、 全体的に失速。以降も、幾度か入賞を果たしたものの、実際のところはそれに該当する GP において、予選93に進出していたマシンの不振や論ロンソの、奮闘に助けられた面がある。現に予選93勢が完走した第8戦、フランス GP では2台とも、91敗退かつノーポイントだが、第9戦オーストリア GP では、メルセデスのダブルリタイヤを筆頭に、 予選級3勢が少なくなるとアロンソが入賞圏内に入るという状況であり、純粋なマシンの戦闘力では他チームと勝負できているとは言えなかった。チームとしてはザック・ブラウン CEO がマシンに風洞テストでは現れない空力問題があると語り、前年の MCL32 よりダウンホースが少ないことも認めている。 マシンの戦闘力不足はシーズンが進むにつれ表面化し、シーズン前半戦は予選決勝ともに、まずまずの結果を残していたが、後半戦は予選級一落ちやテールエンダーの常連という状況になるまで低迷。特にバンドーンのシャシーにだけダウンホースが抜けてしまう問題などが発生するなど、結果だけ見れば、コンストラクターズ6位の62ポイントを獲得や、 オーストラリア GP のアロンソの5位入賞など、ホンダ時代からははるかに改善したが、名門復活というには不満の残る形となった。MCL32 と MCL33 の比較エンジニアエネルギー改正システム。ありがとうございます。